石を磨くは、長野県伊那市と静岡県静岡市青い区にまたがる、標高3052メートルの山である。赤石山脈中央部の南アルプス国立公園内にあり、山頂周辺は、その特別保護地区に指定されている。頂上は、長野県伊那市の最高点である。山頂は100メートル足らずの距離を隔てて、西方と東方に分かれ、標高は、 西方が3047メートル、東方が3052メートルである。西方には二等三角点が設置されている。潮見学の標高は東方の標高である。線状が竹から続く長大な千円尾根の南端に一致する。山頂南側の山腹峠と元野山南斜面、北側の北荒川岳周辺と熊野平周辺は高山植物の群生地となっている。 鉄の兜にも似たドーム型の独特な山陽で遠方から眺めると独立峰のようなその山陽が目立つ。日本百名山、新日本百名山、新州百名山の一つに選定されている。山名の由来は山頂から駿河湾が見えるからという説や山麓に塩の山地があるからという説がある。声塩作業の煙が山頂から見えたことに由来するという説もある。 山陸の大鹿村には、カシオという集落と小渋川の支流のカシオ川と、塩川という地名があり、カシオ温泉では、天然塩水が湧き出し、明治時代には生塩施設が設置され、各地に塩が出荷されていた。1909年夏の小島薄井らの赤石だけ、重層記録では、間の竹と記載され、また三部川上流の南荒川が源流であることから、荒川岳とも呼ばれていた。 その後、大正初期になってから塩見学が用いられるようになった。登山道の両線などに分布する、東薬林道廃末帯に生息する来鳥の雛、な、塩味学は海底に堆積した泥や砂が流起と、終局によりできた赤石山脈のほぼ中央に位置するが、区分としては南アルプス北部とされている。山の上部は森林限界の上にあり、その排末帯には、 岩梅、車湯り、黒湯り、品野金梅、高根群内風炉、高根ビランジ、菅桜、東薬林道、白山一毛、三山ウゲ、ミヤ山シシウドなどの鉱山植物が群生しており、内町の生息地となっている。さらに下側は、新葉樹林が山腹を埋め尽くしている。静岡県側の周辺の山域は、特殊東海精神の以下は射油林となっていて、 明治末期の頃から、調べ、頭皮、津賀などが、パルプの原材料として切り出された。山頂は、麓の標高約700メートルの大鹿村月市場集落と比べて、標高左寒山で約摂氏14度気温が低い。このため、春遅くまで山頂で降雪することがある。登山は6月中旬から10月上旬頃までの期間が適する。近年、 鹿などの野生動物が山腹峠の上部まで上がってきて、来鳥の餌となる鉱山植物の若芽などを食べ尽くし、生態系を乱していることが問題となっている。地元の大鹿村では、鹿の食害対策として増えすぎた鹿を捕獲し、その肉を大鹿ジビエの名で地域ブランド品としている。1929年に川と木が三部川側から登場。山頂は、 見晴らしが良く、南アルプスのほとんどの山、中央アルプス、富士山などを望むことができる。一般的には、大鹿村から鳥草林道、または塩川小屋からのルートを利用し、山腹峠を経由して山頂を往復することが多い。日帰りで往復する登山者もいる。山頂直下北面の潮見学バットレスは冬季に雪量当班の対象となる。鳥草林道と、 奥茶薄山ゲートから登山口までは、ダート道となっている、林道終点の鳥り登山口、夏山シーズン中のバスが運行されている本谷山、塩見学の樹林帯の登山道、塩見学生峰から望む東方と富士山、塩見学山頂部から望む塩見小屋登山道の要所には、多数の山小屋が登山シーズン中に開設されている。1960年頃に、 斎藤岩尾により開設された塩見小屋が山頂に最も近い山小屋であり、この小屋により一部の山小屋は完全予約制となっている。南アルプスの大部分の山小屋で営業期間外は緊急避難用として一部が開放されている。JR 東海飯田線稲尾島駅の東 24.6km に位置する。 中央自動車道松川インターチェンジの東2 7 1トルに位置する。飯田線、今大島駅赤石岳山脈の主要線上にあり、その北側には、安倍高倉岳、新蛇抜山、北荒川岳がある。上空から望む潮見岳周辺の山、潮見岳から望む南アルプス北部の山並間の、岳から望む南アルプス南部の山並山頂直下の東側からは、 北又岳、川堀岳、徳江門岳を経て二軒小屋ロッチへ、尾根が伸びる。山頂からは潮見小屋とゴ江門山を経て、三部川林道へ伸びる潮見新道の尾根がある。西側の元や山からは、入山や二次山を経て、北北西に尾根が長く伸びる。南側には、北又尾根が伸びる。以下の源流となる河川は、太平洋へ流れる。潮見学生方からの長望。 ありがとうございます。